新たま剣究、ワンピースを下したのは、10から30代男女が実写化が見たい漫画、第4位以下。赤坂明石原作、横槍弁護士作画の漫画、推しの子が、アマゾンと東映の共同プロジェクトとして、桜井海斗主演、斎藤飛鳥がヒロインの愛役で実写化されることが発表された。 推しの子は昨年アニメ化され、夜遊びが手掛けるオープニング曲、アイドルも大ヒットし、社会現象を巻き起こした。推しの子の実写化以外にも、昨年には改ま研有出演のネットフリックスシリーズ、ワンピース、ワンピースが配信、同年に北村匠主演ネットフリックスシリーズ、悠々白書が配信されるなど人気漫画の実写化が続き、 話題になっている。そこで今回は10から30代の男女100人に実写化が見たい漫画について聞いてみた。アンケートサイトボイスノート調べ。第10位にはバルとなるとジョジョの奇妙な冒険ワンピース薬屋の一人ごとが同率ランクイン。バルとなると忍者の戦いを再現した CG が凝ってそうだから 39歳、男性。ジョジョの奇妙な冒険。一度、山崎健とで実写化しているが、個人的には悪くないと思っている。改めて作ってほしい、35歳、男性、総務、人事、事務。ワンピースが昔から好きだから、27歳、女性、営業、販売。アニメでもやっている、薬屋の独り言が面白いから、 23歳、男性、学生フリーター。